では、続いて先ほどの、バースで説明させていただいたものの、図面で説明させていただきます。こちら、配置図です。敷地範囲がこの範囲となります。上が北側です。こちらの道路を、真上に行くと、田島の駅があります。ゆえにこちらに今県庁舎が建っているという配置になっております。屋根伏せですのでちょっと分かりづらいかもしれませんが、全体的な正方形に近いものを一部切り替えてシンボル広場としている、プランになっております。続いてお願いします。こちら1階の平面図です。何度かお見せしているかもしれませんが、改めて説明させていただきます。全体の、プランはですね、こちら L 字型の執務室に対して L 字型の、町民側のスペースを、挟んだところに共同スペースがあるというようなプランになっております。こちら風除室メインエントランスですね。こちらに、先ほどから説明しているシンボル広場がありまして、こちら側に、駐車場ですね。なのでこちら側からのアクセスとこちら側からのアクセスが考えられます。他に、ここの北側と、南側に出入り口があります。計3箇所になります。ほとんどこちら側を使われる方が多いと思うんですけども、北側の、エントランスも使用可能です。南側に関してはですね、職員の方専用の出入り口となります。次お願いします。2階です。ほとんどコンセプトは全く一緒ですね。 L 字型の執務室、L 字型の町民スペースに共同の空間が存在する。そして2階に関しては、町長室、応接室、防災無線室、災害対策本部というので、主要所室はこちら西側に固めたプランになっております。今回といいますか、今後ですね、ワークショップで進めていくべき内容は主にここの空間ですね、共同のスペースと、町民ワークスペースや大ホールと呼ばれる部屋、町民の方々が積極的に利用する予定の部屋、こちらについては今後、できるだけ深く掘り下げていって皆さんにとって、使い勝手のいい空間にしたいなと考えております。次お願いします。3階です。3階は、議会用のスペースが、8割方占めております。議場があります。議員控室、委員会室、そして政庁、大会議室ですね。そして、議長室と、あと議会事務局ですね。で、真ん中に吹き抜けがございまして、それに、相対するようにこちらに、学校教育課ですね、一部、室の空間が3階まで伸びております。で、バックスペース、書庫ですね、書庫や倉庫等々は、ほとんどが3階に集約されたプランになっております。部分的にこの、委員会室ですね、まあ、ここの大空間は真ん中でパーティションで間仕切って2部屋として利用することも可能です。それはこちらの成長に関してもここで割り切って、2つにすることも可能です。次お願いします。こちらは4階です。4階に関してはほとんどが屋上に等しい階ですので、機械室と、あと職員の方々のための休憩スペースですね。で、あとは、吹き抜けの上部の、ハイサイドライトを取るところ、まあ、光ですね、採光を取る部分が、飛び出ているというようなプランになっております。次お願いします。続いて、立面図です。先ほど、説明させていただいた、通りですね、こちら南側、西側、の立面です。で、今回この各窓ですね、こちらの窓は、一般的なアルミのサッシではなくて、アルミと木を複合した、高断熱サッシを利用しようかと考えております。どうしてもアルミのサッシですと外の熱が中に直接入ってしまいますので、断熱的に非常に不利、ということですので、今回それを選択しております。ここの、木に関しても、南会津産の木を使用する予定です。次お願いします。こちらは、北側、そ
そして東側となっております。ここの部分がメインエントランスになるんですけども、その上の部分若干黒く潰れてはいますけども、ここに、南会津町のサインですね、看板を、組み込みたいなと考えております。次お願いします。そしてこちら断面図ですね。これは短手、そしてこちらは長手の部分を切った断面なんですけども、両方ともこの空間ですね、吹き抜け、3層吹き抜けで、ここの部分からこう斜めに太陽光が入ってくる、そして入った太陽光はこの斜めの天井で反射して下まで降りてくるというような設計案になっております。次お願いします。以上が、おまかな、今回の設計のプレゼントになります。続いて、木の使用量についてご説明いたします。先ほどからパースで見ていただいた通り、この庁舎は、木の部分非常に多いです。その量は一体いくらなのかというのを算出しまして、だいたい160リューベイとなる予定です。この、リューベイ数が一体どの程度なのかというのが、ちょっと分かりづらいと思うんですけども、相当多いです。例を挙げますと、今回の庁舎4800平米程度、4764平米の上床面積があるんですけども、直近で竣工しました国見町の庁舎、こちらも大体4800平米なんですけども、そちらは、構造体、そして仕上げ、人間でいうと骨の部分と皮の部分両方を木を使っている、庁舎建築としてはほぼ初めての木造建築になります。そちらの使用量がだいたい160ユーベイです。それに対して今回の庁舎、骨の部分は鉄骨、そして皮の部分だけに木を使っておりますので、相当イメージとして、木の使用量、多いです。現在の、他市町村にある建築物と比べても、ずば抜けてといいますかね、抜きに出た、木の使用量だと考えております。比較対象として今回、基本設計の段階でですね、木の使用量概算を出しておりました。フローリング、床ですね、床、天井、壁、外部、そして今回フローリング、天井、壁、外部もこちら含んでおりますけども、だいたい同じ数値になります。ただし今回のこの160ユーベイという数値の中には、家具であるとかですね、今後予定されるであろう別途、倉庫等を、別の敷地に建てる、予定はあるんですけども、それらに関しての部分は、含んでおりません。なので160リューベイという数値以上の木を今後使う予定となっております。次お願いします。